海上過剰の拡大納豆台は、山野に生える、多年草。名前は夏だが、開花は春。大柄な三角形の法要と、三日月型の船体が目立つ。直立する、多年生草本。地下茎は細くて、横に生い、地上に直立する茎を出す。茎は高さ40センチメートル前後に伸び、途中には茎葉を補正する。全体に緑色長茎と慶應は、 思考色を帯びることも多い。歯には柄がほとんどない。形容は、頭皮心型から細長い楕円型で扁平で滑らか、円は滑らか。有毒植物で切ると白い汁が出る。茎の先端にはややひし形を帯びた、長楕円形の葉が5枚、平らに輪生し、そこから果序が上に出る。まず5本の枝が傘状に広がり、その先端に排状果序がつき。 その基部からに差分子した枝が出て先端に肺状過剰をつけるということを繰り返すことで平らに広がった過剰全体が出来上がる。また、肺状過剰の基部には1体の双方がつく。双方は三角状卵形から卵状高楕円形。下記は春。脂肪の外面も果実の外面も平滑。この属の持つ肺状過剰では基部にある。 小僧法がお椀のような形になっており、その円に3個の船体がまるで花びらのように並ぶが、この種では、これが両端が尖って、外に突き出て、上から見ると、三日月型になっている。この部分は暗赤紫色になって目立つ。腕上の小僧法からは一本のおしべからなるお花、数本と一本のめしべからなる目花一本が出て、目花は小僧法から柄を伸ばして、横を向く。 なお、和名の由来は素直には夏灯台であり、夏に咲く灯台草の意味に取れる。だが、現実には、開花期は春であり、日本では、同族の多種に先駆けて咲くものである。その点では明らかに和名と現実との乖離がある。佐竹たは、初灯台の誤りではないかと述べている。ただしこれについては、牧野は素直に夏灯台と記すのみで何も述べていない。また、 関名では、関水が使われるが、正しくなく、普通は、高灯台のこととされる大劇が本種を指すらしいとのこと。日本では、北海道から九州まで見られ、国外では朝鮮から知られる。丘陵地や山地に生育する。蛇紋岩地帯は、植物の生育に適しないが、この種はよく生育する。以下のような変種が知られる。有毒植物であり。 薬草としても用いられる。ネオ漢方の漢水あるいは狼毒にあて、利尿薬として用いられた。ただし、本来のものは中国産の別種維、e、漢水である。毒性は強い。その成分については10種以上のジテルペン類が確認され、それらの中には HL-60 全骨髄球、白血病細胞細胞に対して高腫瘍活性を持つものが知られている。 ありがとうございます。